皆さんこんにちは、かねです。今回は韓国の美白系のシートマスクを1週間使って本当に美白になるのか検証していこうと思います。今回用意したのはこちらの3種類で、メディヒールの WHP ホワイトハイドレーティングブラックマスク EX、 これはね、私の大好きなマスクの一つになるんですけど、結構1回で美白効果があるので3枚3日分使っていこうと思います。続いてがナシフィックのファイトナイアシンホワイトニングマスクパック。こちらはね、トナーを使っているんですけど、結構ね、肌が明るくなるなっていう実感があるので、これもちょっと期待を込めてチョイスしてみました。それからトニーモリーのドクターロジーホワイトニングマスクシート。トニーモリーの確かね、オレンジのやつを使った時に結構良かったイメージがあるので、こちらも2日分使って検証していきたいと思います。で、なんかそのお肌の水分量とかだったらスキンチェッカーとかで変化が見れるんですけど、美白になったかってどうやって判断しようか迷ったんですけど、私の目視でやっていきたいと思います。なので、まぁ、ちょっと個人的な感想にはなるんですけど、でもね、正直にレビューしようと思います。ということで、初日の今日の肌色覚えておきますそしてこの画面の明るさも7日後に全く同じライティングと F 値とかね、全部一緒にしてやっていくので、一応モニターでもわかるといいなと思ってるんですけど、とにかくそんな感じで検証していこうと思います。初日はちょっとやっぱり安定のメディヒールから始めたいと思います。開けると美容液ひたひたですよ。もう真っ黒なんですよね、シートマスクが。こんな感じでつけると若干怪しさのある見た目ではあるんですけど、そもそもこの動画の企画も、このシートマスクをメイク動画の時に使ってめっちゃ明るくなって、肌がこれ1週間使ったらめっちゃ美白になるんじゃないかっていう仮説ができたわけなんですよ。なので今回はそれを検証していこうっていう内容ですね。やっぱメディヒールといえばもうシートマスク界の女王なので、もうフィット感も最高だし、この美容液のひたひた感も最高で、ほんのりちょっととろみがあるかなっていう感じなんですけど、ベタついたりは全然しないです。そしてね、香りがね、フローラルでいい香りがします。てな感じで15分待っていきたいと思います。では外します。どうだろう。あ、心なしか赤みが引いた感じがしますかね。やっぱこれ透明感出るわ、すごい。一旦初日は透明感アップっていう結果になりました。2日目、剥がします。お、やっぱ結構1回でほんと透明感出ますね。これは昨日に引き続き2日目はこんな感じです。3日目、剥がします。なんか心なしか赤みも減ってきたような気がする。透明感すごい出るな、これ。そんな感じです。4日目です。ナシフィックのホワイトニングマスクはナイアシンアミノが5万 ppm も配合っていうことで、赤みとか色ムラ系を落ち着かせてくれるのかなと思います。なんかね、香りがめっちゃハーブ系のすごいいい香り、癒される香りがします。すんごく薄いのでフィット感がありますね。10分から20分待っていきます。剥がしていきます。すごい、なんかちゃんと白くなってる気がする。すごい感動です。そして保湿力もめっちゃあります。赤みも落ち着いてますね。すごい5日目。いやー、これやっぱ優秀だわ。赤み結構あったのに収まってきました。すごい、頬が赤くないだけでめっちゃ透明感出るなと思いました。6日目はトニーモリーのホワイトニングマスク使います。これはシートが 100% ヌードセルシートっていうらしくって、なんか違うのかな。一応効果はビタミンがたっぷり入ってるみたいです。あ、すごい薄い。今シートマスクつけてるんですけど、わかります？加工したら消えちゃうんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ薄いです。でもすごいフィットする。香りが今回使った中では結構強めかな、比べると。お花の香りがします。
20分経ったので剥がします。え、どうだろう、美白になったかわかんないけど肌がめっちゃ滑らかです。え、どうだろう、でもあんまりわかんないかもしれない、顔が赤いからかな。ちょっと最終日もう一回使って最後にまとめたいと思います。最終日、ちょっと部屋をあったかくしすぎて顔が赤いんですが、これはね、炎症が起きてるわけではありません。剥がします。どうだろう、最終日、さっきめっちゃ顔赤かったけど良くなった感じはある。なんかこれすごい、やっぱ肌が滑らかになる。ということで7日間使ってみたんですけど、やっぱ白くなる気がする。っていうか赤みが抑えられて透明感がアップしたっていう感想です。最初に使ったメディヒールのホワイトハイドレーションブラックマスクは言わずもがなだと思うんですけど、保湿力がやっぱりメディヒールはすごくて、それだけでも大満足なんですけど、美白っていう点で言うと透明感がアップっていう感じに近いかなって思います。赤みはちょっと抑えられて全体的に透明感アップっていう感じですね。保湿力1番かなって感じです。そして2つ目に使ったナシフィックのホワイトニングマスクは個人的にこれが1番効果を感じました。今回使った3種類3つともナイアシンアミドが配合されてるんですけど、その中でもこのナシフィックはナイアシンアミドが後ろの成分表を見るとグリセリンとかよりも先に書いてあるので、めちゃめちゃナイアシンってる感じで、やっぱ赤みがすごい抑えられたっていうのと、肌の赤みが気にならない場所もなんとなく色ムラが抑えられるというか、なんか一番美白を実感したなって思います。そして3番目のトニーモリーのホワイトニングマスクはナシフィックの次に使ったからちょっと美白っていう点では物足りなさを感じたんですけど、ビタミンがたくさん入ってるから毛穴に効いた気がしますね。毛穴がキュッて引き締まって肌が滑らかになった感じがします。これはなんか1回でどうこうっていう感じじゃなくて、続けていくとより良さそうっていう感想です。こんな感じで今回は美白シートマスク本当に白くなるのかっていう検証動画でした。個人的にナシフィックのホワイトニングマスクがすごい気に入ったので、ホワイトニングエッセンスっていう商品があるみたいなので今年夏使ってみたいなと思ってます。ではこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとココサミのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。